今日はユニクロのイージーカーゴパンツを使ってコーディネートを組んでいきます。トップスはプリントスターの白 T シャツ、スタイリングはドンキのジェル、パーマ感が出るのでおすすめです。カジュアル要素が強いパンツなので今日はきれいめに半袖シャツを合わせます。一通り着替え終えたのでここで腕回りをつけていきます。時計はロレックス、アクセサリーはエルメス。本日の足元はナイキバイユーで作ったオールホワイトのブレザー。今日のコーディネートはこんな感じ。